暗く荒れ果てた部屋の中、カプセルの中に漂う人影が見えるだろうか。彼女の名はアイシー。彼女には記憶も過去も存在しない。彼女の存在意義、それはユダを抹殺する、ただそれだけ。そう、世界を滅ぼす邪悪な存在をアイシーは理解している。たとえ過酷な道のりであっても、それは必ず成し遂げるべき使命だと。ユダを抹殺する。そして暗闇の中で彼女は目覚めた。アイシーはなぜか動こうとしない。ああ、アイシーはカプセルの中で微動だにしない。ユダを倒すという使命はどうしたのだろうか。おい、揺れてますよ。起きてください。まさか私の言葉が届いていない？あるいは言葉がわからないのか？なるほど。つまりこういうことか。アイシーはまだ目覚めていない。ただ夢の中で目を覚ましただけなのだろう。そう、まるで映画のように。彼女は一体誰の、どんな夢の中にいるのだろうか。カルコサが現れた時、その目を覚ましてくれるだろうか。また今日も空には黒い星が昇る。おやすみ、アイシー。暗く荒れ果てた部屋の中、カプセルの中に漂う人影が見えるだろうか。彼女の名はアイシー。彼女には記憶も過去も存在しない。彼女の存在意義、それはユダを抹殺する、ただそれだけ。そう、世界を滅ぼす邪悪な存在をアイシーは理解している。たとえ過酷な道のりであっても、それは必ず成し遂げるべき使命だと。ユダを抹殺する。そして暗闇の中で彼女は目覚めた。アイシーは実験室から足を踏み出した。アイシーは理解している。矢印に従って進みさえすれば必ずユダを見つけられることを。彼らはユダが使わしたモンスターだ。倒すほかない。アイシーは開けた場所にたどり着いた。遠方できらめくハリー湖の水面を見て、自身の使命をひしひしと実感しているところだろう。
崖の端に橋の制御装置が見えるだろうか。アイシーはどうやらそれを起動するつもりのようだ。何？そんな方法が？アイシーは目の前に現れた緑色の沼地を気をつけながら飛び越えた。アイシーは足を滑らせ、緑色に濁った沼に落ちた。なるほど。アイシーはまたもや。まさか君はこの程度も飛び越えられないのか？アイシーは月夜の森にたどり着いた。彼女の目の前にはだ…いや、ちょっと待て。橋はどうした？そうだな。とりあえず矢印に従って進んでくれ。なんだって？どうやってここに？いや、これはちょっとまずいな。アイシーはとある町に足を踏み入れた。しかしなぜかこの町には人っ子一人見当たらない。アイシーは建物の周りを探索してみたが、やはり誰もいないようだ。まるでこの町から全ての人が消えてしまったような。原因はユダに違いないだろう。アイシーはまず町の中心を探索することに決め、矢印に従って奥に進んだ。アイシーは矢印の方向に進もうとせず、あらぬ方向へ向かって進んだ。アイシーはまだ気づいていない。町の中心に位置するコントロールエリアに居座る敵トールを倒さないとコスモシティのゲートが開かないこと。
コスモシティのゲートがアイシーの眼前で無情にも閉じてしまった。彼女はただただ時間を浪費したようだ。矢印に従い戻るしかないだろう。ここだ。アイシーは途中の倉庫を無視し、そのまま前へ進んだ。アイシーは倉庫に入ったが、やはり誰もいない。2階部分も同じだろう。おい、またか。またなのか。君は矢印が見えないのか。あ、いや、違うんだ。いや、違わないが、そうさ、色を塗り忘れたんだ。しかしだな、そうだ、わかるだろ。ゲームを作るのはそんなに簡単じゃないんだ。少しくらいミスがあってもいいんじゃないか。いいんじゃないか、じゃないか、か。やめろ。そんな目で見ないでくれ。正直に言うが、ゲーム制作は本当に難しくて大変なんだ。次から次へと問題が起きる。そうだ、証拠を見せよう。歴史の前、ようこそ。私が想像した原型のすべてがここにある。素晴らしいゲームを作るには、まず面白いゲームの土台となる原型がなくては始まらない。私は10年もの間その原型を作っていたんだ。わかるか、10年だぞ。ではまず一つ目の原型を見せよう。これは早期のバージョンだ。可変型の銃型兵器を使って近距離遠距離両方の戦闘が楽しめる。そこで問題に気づいた。この武器は奇抜すぎてとっつきにくい。これではプレイヤーに受け入れられない、間違いなく。そしてこのバージョンはボツになった。初めから作り直しだ。次のバージョンを見てみよう。次のバージョンは某ゲームのように敵の能力を吸収して戦うものだった。しかしまた問題に気づいた。このスタイルでゲームを完成させようとすると予算が足りなくなってしまう。そうだ、ゲームが完成する前に破産してしまっては元も子もないだろう。どうしてゲームを作るかって、やっぱり金を稼ぐことも大事だからな。
そうしてこのバージョンもボツになった。そのまま月日が流れ、気づいたら10年経っていたというわけさ。これだけ苦労も努力もしたんだから、少しぐらいのミスは。そうさ、私のことを少しでも理解してくれるとありがたい。見てくれ、このゲームを作り込んでいったら、私はこんなにも痩せてしまった。まや、ここまで頑張ったら、10年の青春を捧げたんだから。ああ、星5つのレビューをつけたりなんかしてくれると。こんな感じでね。ゲームなんて、画面が綺麗、プロデューサーが有名、高評価が多いみたいな理由で何も考えずに買うんだろう。君はそうやって買ったゲームちゃんとクリアしてるのかい？ゲームなんて暇つぶし、真面目に細かいことを考えるだけ無駄ってもんさ。ちょっとばかし手を抜いてもいいしょいいしょ。サーバートラブルが多発するオンラインゲームだって結局ユーたちが合うじゃない。バグが多くたって売れるゲームは売れるでしょ。うん、だからといってはなんなんだが、ユー、もう一本買っちゃいなよ。アイシーは実験室から足を踏み出した。アイシーは理解している。矢印に従ってす、ああ、彼らはユダが使わしたモンスターです。倒すほかない。アイシーは開けた場所にたどり着いた。遠方できらめくハリーコの水面を見て、自身の使命をひしひしと実感しているところだ。崖の端に橋の制御装置が見えるだろうか。アイシーはどうやらそれを起動するつもりのようだ。アイシーは足を滑らせ崖から落ちた。アイシーは理した。橋の制御装置を起動しない限り崖を越えられないことを。アイシーはまた崖から落ちた。崖の端にある制御装置さえ起動すれば橋を架けることができるというのに。アイシーはようやく制御装置を使って橋を架けるということを理解した。次こそは絶対に何があっても崖から落ちないだろう。なんだって？またか？またなのか？君は何を考えてるんだ？ストップ、ストップ！一つだけ教えてくれ。君はふざけているのか？何度もヒントをくれてやったというのに。謎解きでも何でもないんだぞ。制御装置の前に行ってボタンを押すだけなんだぞ。こんな簡単なことなのに
どうして何度も何度も飛び降りるんだ。君みたいなやつ初めて見たよ。崖だと分かっているのに何度も飛び降りるなんて。そもそも君はこれがアクションゲームだということを分かっているのか。君の目的は敵を倒して前へ進むことなんだぞ。崖から飛び降りるのが目的のゲームなんて聞いたことあるか。次こそは私の言うことを聞くんだ。いいね。返事は私の言う通りにするんだ。同じことを何度も繰り返したら悲惨な結末が待っているぞ。これは警告だ。よし、ここまで言えば自分がどうすべきか分かっただろう。さあ行くぞ。はい、もういいです。私の負けです。こんなことになるなんて考えたこともなかった。一体私はどうすればいいんだ。そうか、その手があった。マップデータを修正して予備領域を解放して少し調整すればそうだ、サプライズも加えて。さあどうなったか見てみよう。これからは私の言うことをちゃんと聞くんだぞ。ほら、この宝箱が見えるか。頑張る君のために用意したんだ。さあ開けてみるんだ。もちろんいらないというなら開けないという選択もあるが。山のような金貨だ。満足か。まさかこんなにいい思いができるなんて思ってもみなかったろ。さてこの辺で本題に戻るとしよう。矢印に向かって進もう。ってこらこら、私の言葉を聞いていたか。早く戻るんだ。いいから戻れ。どうしてもこの道を進むというのか。悲惨な結末が待っていると言ったら今からでも戻るか。そうか。君たちはいつもそうだ。君たちは善意の助言に耳を貸そうともしない。私のことを信じていないのか。崖から落ちても死なないようにしてやったことすら忘れたのか。君のためにわざわざ新しいエリアを作り宝箱までプレゼントしたというのに、こんな簡単な指示すら聞けないのか。矢印に従って進むだけなんだぞ。私の目的は君を正しい道に導くことだけだ。私が君のために準備した道も。もう何の役にも立たない。君は未知に対する恐怖も規則に対する敬意もない。そんな君の選択に全く意味がないことはわからないのか。君の目でしっかりとここにある真実と向き合うんだ。君にも私にも一つの選択肢しか用意されていない。もういい。もう何を言っても無駄だ。君の記憶を削除させてもらうぞ。次は私の言葉をしっかり聞いてくれるやつに会えますように。君みたいなやつでなければそれでいい。さあそろそろだ。お別れの時間だ。また今日も空には黒い星が昇る。さよなら。私は一体何かを忘れているような。私の目的は何だ。アイシーを軽こさに導くことだったはずだ。選択。私は一体誰だ。
アイシーは実験室から足を踏み出した。アイシーは理解している。矢印に従って進みさえすれば必ずユダを見つけられることを。ああ、彼らはユダが使わしたモンスターだ。倒すことかない。アイシーは開けた場所にたどり着いた。遠方できらめくハリー子の水面を見て、自身の使命をひしひしと実感しているところだろう。崖の端にアイシーは足を滑らせ崖から落ちた。アイシーは理解した。アイシーはまた崖から落ちた。崖の端にある制御装置さえ起動すれば橋を架けることができるというのに。アイシーはようやく制御装置を使って橋を架けると。何？そんな方法が？なんだって？またか？またなのか？君は何を考えてるんだ。ストップストップ、一つだけ教えてくれ。君はふざけているのか。何度もヒントをくれてやったというのに。謎解きでも何でもないんだぞ。制御装置の前に行ってボタンを押すだけなんだぞ。こんな簡単なことなのにどうして何度も何度も飛び降りるんだ。君みたいなやつ初めて見たよ。崖だと分かっているのに何度も飛び降りるなんて。そもそも君はこれがアクションゲームだということを分かっているのか。君の目的は敵を倒して前へ進むことなんだぞ。崖から飛び降りるのが目的のゲームなんて聞いたことあるか。次こそは私の言うことを聞くんだ。いいね。返事は私の言う通りにするんだ。同じことを何度も繰り返したら悲惨な結末が待っているぞ。これは警告だ。よし、ここまで言えば自分がどうすべきか分かっただろう。さあ、行くぞ。アイシーは目の前に現れた緑色。アイシーは足。なるほど。アイシーはまたもや。まさか君はこの程度も飛び越えられないのか。
アイシーは月夜の森にたどり着いた。彼女の目の前にはダハ…いや、ちょっと待て。橋はどうした？そうだな。とりあえず矢印に従って進んでくれ。アイシーは飛び降りた。どうやらここは下水道のようだ。周囲にぶら下がる残骸を見て、アイシーはここがただの下水道ではないことを悟った。原因はユダに違いないだろう。アイシーは水路から飛び降り、広い空間にたどり着いた。アイシーは矢印に従い、開いたゲートをくぐった。アイシーは悟った。彼女の前にはここから脱出するための鍵がある。アイシーは目の前の宝箱に気づいた。宝箱を開けると、彼女の視界に不思議なアイコンが表示された。アイシーのダッシュ力が強化されたようだ。この力さえあれば、手前の貯水池上部から外に出ることができるかもしれない。
アイシーはすぐに貯水池まで戻っ。ここは下水道のはずだが、緑色に濁った泥沼を除いてあまりにも片付きすぎている。まるで何かが一度この地を掃除したような。
アイシーは暴食を破ると目の前に出口を見つけた。アイシーはとある町に足を踏み入れた。しかしなぜかこの町には人っ子一人見当たらない。